はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、本日はヌメヌメ金玉ファッキンロンゴミデッキをご紹介していこうというふうに思っております。完全にデッキ名がやばいです。どういうデッキかというと、高校を取って勝つデッキの典型例はヌメロンだと思うんですよ。で、高校を取って、発動できる最強カードはエバイだと思うんですよ。なのでこれ両方とも入れてきましたと。そういうデッキになってます。はい、まあ、このデッキね、レシピ自体は龍の幹部会のメンバーが、作ってくれて結構教えてくれたんですけども、これね、非常に面白い。まあもちろんね、高校取って、まあ、ヌメロンでワンキルするっていうこともできますし、やっぱりね、そのクソゲーである、ね、エヴァイユからの発禁令ロンゴミが、ファッキンロンゴミですね、通称。これができるんですよ。はい。だから、エヴァイユでクソゲーもできるし、ヌメロンでワンキルもできる高校用デッキみたいな。まあそんな感じ。で、高校用のカード、アルティメットいっぱい入ってまして、まあ、ゾウジーウララはまあ普通に入ってますし、ラバゴ、怪獣、それから、まあラーの抑止力スフィアモード、という、史上最強のリリース3兄弟にプラスして、相手のモンスター効果を完全に無力化する、名誉機械派、とか、リミッター怪獣や、ヌメロンを持ってこれるように左腕の代償、こういうカードを使って、あとゴードも入ってますけど、こういうカードを使ってドローをして、コンボパーツを揃えて相手の盤面をまくっていくというね、まあ、そういうデッキになっております。使ってみていただければわかるんですが、ふざけてるように見えて結構強いです。勝率そこそこ高いんで、これ、まあ、6割か7割ぐらいなんかある気がしたんで、ダイヤ大ですけど、なので、まあ、そこそこ強いデッキになったからとふざけてますけど、結構いう感じがしたので、早速ね、この、デッキ名が完全に R18 な、コンプラ違反のデッキ分回していきましょう。デュエルスタンバイ。遊戯王ってさ、手札ガンギマったわ。手札強っ。手札強っ。遊戯王ってさ、なんか今遊戯王じゃなくてもなんだけど、カードゲームって、アダマシア来た。カードゲームってデッキ名やばいデッキがいくつか生まれることあって、そういうそのデッキ名で有名になるデッキっていうのがあるんですよね。例えばタンポポサンバとか、まあ、あんまリアルで呼んでるやつ見たことないけど、ヌメヌメエッジドラグーンとかね、なんかああいうのはまあ有名ですよね。あんま呼んでるやつ見たことないけど、本当にそのなんか語呂がいいしね、まあ、今回の、このデッキ名はヌメヌメ金玉ファッキンロンゴミです。ヌメヌメ金玉ファッキンロンゴミ、またはヌメヌメ金玉ラバロンゴミです。はい、ちょっと語呂受けを狙ってました。はい。はい、語呂受けを狙ってます。基本的には。ブランケツハウス持ってるいいでしょう。ですね、ここはですね、プラケツロックいいでしょう。レベル4のモンスター2体でオーバーレインして、見かけ獅子にうららは一応当てたいですね。あ、それあんのか。すげえ。いや、でもこれ何も起きないことを祈るしかないんだよね。ガーディアン向けれました、終わりました。まあ終わってもねえか、別に。まあ、冥王結界派っていう最強カードあるんで、多分ね、いや、でもこのデッキ、まあ、以前動画にしたと思うんでね、見た人もいるかなと思うんですけど、かなりですね、モンスター効果での制圧に頼るんでね、このテーマっていうのは。基本的にその後ろ、まあ、魔法トラップカードで妨害を敷くということが苦手なテーマなんで、基本的には。なので、冥王結界派打たれると、もう大体のモンスター機能停止するんですよ。まあ、一応、裏で打ちますけど、これ、まあ、コア決めるガーディアンとかいう最強モンスターが控えてますんで、これ、無効にされますが、一応、モンスター減るからまあいいか。はい。モンスター減るからまあいいや。で、コア決めるガーディアンがどっか行く。で、これでまあ、ブロックドラゴンがサーチされるので、あんまりね、関係なかったという。はい。結局ね、このね、このデッキって、裏打ちどころって、マジでこの、見かけ師だと思うんですよ、基本的には。あ、まあ正直リサーチャーに占ったら止まることもあるんだけど、リサーチャーとか
アダマシア系のモンスターに打ったら止まることもあるんだけど、やっぱそれは相手の感度によるからさ、貫通札が引けてるときは止まんないんですよね。だそういうときはね、ちょっとね、この見かけ獅子に打って、で、ブロックドラゴンをサーチさせないっていう動きをするのが一番いいと思うんだけど、裏目は今のですね。リサーチャーで、その、ガーディアンがめくられて、なんかもう、結局、裏打ちどころなくなったみたいなことが結構あるので、これはね、難しい。アダマシアの誘発は、かなり。あれだな、あのアダマシア消えたから、これ持ってきたアダマシアこれ出せねえぞ相手。これね、なんか相手焦ってね、バロネス出してる気がしますけど、これね、バロネス後でいいんですよね。これ展開することできるのかな。あのアダマシアシーカーはリサーチャーとかアダマシアドラガイトとかがいないと出せないんで、アダマシアがいないと出せないんで、これね、リサーチャー残さないと展開伸びないと思うんですよ、基本的には。だからね、バロネスはね、後でいいんですよ出すの。こいつ焦って出したんじゃねえか臭いなんか動きちゃう、ゴーディになるんですよね。はいはいはい、それはいいですよ、それはいい。でサプライヤーもいいや、全然大丈夫。もうリサーチャー効果使ったから、相手ね盤面にね、アダマシア残すの結構難しいと思うんだけど、まあ、死者蘇生とかあったら別だけど、そういうねなんかね史上最強蘇生カードみたいなのあったら別だけど、多分ねこっからね、ブロックドラゴンか、ここから出す方法あんのかな。アーミタイルとかが一応いんのかな、リンクモンスターのそこまで繋がれば一応ね。 IP マスカレーナ、はい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 、 IP マスカレーナはいいや、 IP マスカレーナは OK。 ハンドめちゃくちゃいっぱいあるけど、多分相手ね、これ俺想像なんだけど、アダマシアシーカー出せなくて困ってると思うんだよね。多分、はい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 、いいでしょう、全然いいです、全然いいです。それはエンド弱っ。いやこれシーカ、これ展開ミスったら相手、これヌメロボール、なるほどヌメロボール、まあでもヌメロボールしたところであんま意味ないんで、まあ冥王結界杯打ちます、黙らせます。黙らせます。でナンバーズエヴァイユバチコリ打っていく。お前が悪いんだからな、お前が悪いんだよ。エクストラデッキからモンスターなんて出すからな。今からクソゲーをお見合いしてやるぜ。ちなみにこれで出てくるモンスターは1個しかいねえ、大体。こっから出てくるモンスターは大体1個しかいねえ。あらら、ナンバーズ86ヒロイックチャンピオンロッコビアント爆誕。どうもおはようございます、おはようございます、おはようございます。はい、ファッキンレイ発動。ファッキンレイの効果によって、ロンゴミと打ちまして、あれ、おいお早く何してんだおい、マサデル、あ、オッケーオッケー。でロンゴミアントって言って、はい、ロンゴミアントくんの素材を取り除く効果は発動できません。バトルフェイズいきまーす。このバロネス結構どうでもいいから、マスカレーナ、リンクス伸ばされる方、まあ、リンクス伸ばされるとかあんまないけど、これっていいか。まんねなんか何殴っても変わんないですけどね、もうね。ロンボミアント君が立っちゃうと、もうなんか何やっても変わんないんですけど。ただ、これめんどくさいのは、これ、ブロックドラゴンの守備3000、マジめんどくさくて、守備3000が超えらんないんですよ。これ、このデッキ。なんで、この盤面を突破する場合、金玉しかないですね。金玉ぶん投げるしかないです。はい。今、これ画面シールとか引いてもこれ出せないんで、一切。はい。特殊召喚できませんので、まあ、バトルフェーズ入るしかありません。まあ、一応、モンスター3体の状況は、置いときましょう。はい。こうなってくると、僕の勝ち筋はデッキの中に入っている金玉を引いて、あ、てかデッキ相手の方が少ないから、これデッキ切れで勝てるね。うん、デッキ切れまで粘ります。クソ戦術きたー、クソ戦術、デッキ切れまで、相手のデッキ切れまで粘る、相手のサレンダー持ち、はい、金玉引いたらね、しょって、この守備3000をしょって、殴ることできるんだけど、
ナンバーズエヴァイユって発動した後ナンバーズモンスターしか特殊召喚できなくなるっていう制約があるんですよ。だからラバゴーレムとか怪獣とか出せないんですね一切。なので金玉はちなみに特殊召喚じゃなくて召喚などできるんで、金玉を、相手のフィールドのモンスター3体リリースして召喚して、で次のターンに返してもらうっていうことをすれば、ロンゴミアト君のこの3000打点が生きてきます。はい、マジでこのモンスターサタを維持して一生、私はこのまま、耐久してればいいだけなのでこれ相手入ってんのか、なんか回答札。ちなみにロンゴミアントをしょれるカードは、まあ、モンスターではもう基本的に無理なんで、エクシーズオーバーディレイとか深淵の宣告者とかそういう系のカードがあればね、一応しょれるんですけども、まあ、そういうカードがなければですね、ひたすらにこれあとはもうほっといたらいいです。はい、相手デッキ入れするまでなんか粘る気らしいので僕は何もする気持ちがないという意思表示のロンゴミ守備ね。はい、デッキ入れまで眠ってやるよ。お、粘れよ。お前どうしたおい、どうしたおい、お前刺したな、デッキ入れで負けること。自らさ方向を取るのってやっぱあんまストレスにならないよね。そのうわマジックビストエンディミオン最近増えてきたよね。ああ使いてよく使いこなしてんな、みんな。なんかマジ半年くらい鍛錬しないと使いこなせそうにないよね、このテーマね。これは発動しただけ、これあれですね、 P 召喚 P モンスターし特殊召喚ですね。これ同時にどっかで歌ったかんな、これな。もう多分さすがにティグナイス入ってないから、あ相手のデッキウララとかそれ多分入ってないと思うんで、まあ、とりあえず一回これで同時に通してもらって頑張りましょう。はい、まあ、言うてね、デッキめちゃめちゃ強いから、なんか結構3枚ドローぐらいでなんか3妨害みたいなことしてくるんで、マジで厄介だよな、こいつら。こいつらのとの戦い方はちょっと教えてほしいわ。結局ね、やっぱ環境デッキに対してどういう風に戦ったら勝てるのかっていうのを、その、研究するにはね、結局ね、そのデッキを使うしかないんですよね。だから、例えばエンディミオン、に勝ちたかったらエンディミオンを自分で使ってみるしかないんですよ。はい、でそこのハードルがめっちゃ高いんだよね、このデッキ。高いしエクスペンシブって意味ね、高価だからね、すげえ UR 多いし、このデッキお金めっちゃかかるんですよ、そもそもので。しかもテキストのゲーからなんか結構回しにの大変だろ。なんかカウンター乗りすぎじゃない、カウンター乗りすぎではマジックラボ。はあ、いやこれだいぶ動かれてんな、好き勝手。これどのくらいの妨害数になるから着地点でね、ちょっとまだ分かんないんでね、あれですけども、なんかやばいぞ、カウンター一発のつかれてるぞ。なんだこれ、これなんだ、ガルーダくんね、ガルーダくんもやばいね。ガルーダは一回撃たれたことあるから、さっき撃たれたんだよ、ちなみに。さっき撃たれまして負けました。なんか召喚特殊召喚、したモンスターをなんか全部戻すっていう効果を手札から使えるやばいやつで、ジズキエルが来たな、ジズキエルでかい、マギステルオブエンディミオン、なるほどなるほど。ちょっと一回ちょっと盤面整理したいんですけども、マギステルは確かデッキからなんか特殊召喚する効果、希望の記憶、なるほど。いやできればね金玉が一番良かったんですけどね。こういう場合か名誉結界派、カウンター取り除いてマギステルエンディミオンの効果、オブエンディミオンの効果で、デッキからなんかも出せるんだよな、魔力カウンターが置くことができるモンスターを出せるエンディミオン、なるほど。エンディミオン、ま、創世魔導エンディミオンは、魔法トラップカード無効だな、魔法トラップカード無効。どっから動いていいか分かりません。とりあえず冥王結界派打ちます。黙らせるしかなくね、これなんか分かんねえから打つわ。よし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 、一旦黙らせて、いやーこれは難しいですよ非常に。
一回合同しますか。合同しましょう。多分ね、うららとか入ってないんで、あのデッキ、あんまり。あー、希望の記憶2枚はいらないね。一応チキンレースで1枚ドローするか。何引けるか分かんないけど。あ、リミッター解除ね。あー、割と悪くはないね。一応ね、このターンね、もう名誉結界を打ってるんで、戦闘ダメージが完全に、与えられないので、これ多分ね、エンデミオンに対しては、多分ね、これ全部除外した方がいいと思うんだね。だから、とりあえずヌメロンネットワーク発動して、まあ、これ絶対通るから、今何もないからね、相手何もないから、こうして、で、とりあえずヌメロン全部出しましょう。さあ、我のデッキから現れいでよ。ゲートオブヌメロン、シニューニャ、エイカム、ドゥベー、チャットバーリ、そして、希望の記憶、カードを4枚ドロー。うおプルはい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 。いや、これツインツイスター欲しかったんですけどね、できれば。ちょっとないので、ここを、こいつに変えまして、全除しましょう。さあ、行け！ゲートオブ、カオス、ヌメロン、シニューニャ、効果発動、すべてのモンスターを除外プルーよし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 。リソース、だいぶ削った、だいぶ削った。ただ、もうやることはない、俺も。セット。なんか破壊されてもいいやつ全部セットしました。はい、これでエンドです。で、うららと増字あるんで、なんか割となんとかなりそうな気がするんだよね。で、相手のリソース、もうガン削りされてるから、結構辛いと思うんだよ。うん。結構辛いはず。ガン削りされてるから。で、ガルーダは魔力カウンターがないと、発動はできないんで。まあ、次のターン、一応カウンター溜まんなければいけるんだけどね。マジックビースマスターケルベロス来た。ケルベロス効果。いやもうこれうらら打って良さそうな気がするな。止まれ止まれ。スケール発動からのペンデラム召喚はされるかもしんないけど、まあそれされたらしょうがねえわ。マギステルオブエンディミオン OK。 こいつペンデラム召喚だっけ。あー、そっか、スケール強いのか。なるほど。で、キングジャックが出てくる。キングジャックのモンスター効果5だっけ。モンスター効果5、OK。で、カウンター2つ届いてモンスター効果5。今、カウンターないね、まだね。エンデミオン。なるほど。持ってくる。カウンターもでも2個しかねえじゃん。耐えたか。これ、耐えたー！やったー！死乳脈マジで。ありがとう。おー、強そうじゃん。これ強そうじゃん、これ。脳死。これ脳死できそうじゃない。このデッキのやっぱりね、強いところはですね、やっぱね、これ打たないとダメか。やっぱね、脳死できるところですね。まあエヴァイロンゴミとか、金玉とかはまあおまけで、まあその基本的にはヌメロンネットワークで勝てるっていうところが、やはりね、一番のポイントかなというふうに思いますね、基本的には。あ、転移総研ですかね。転移総研もね、多分ね、結構強いんだよね。もう一回また、ちょっと DC カップ前にね、触ってみようかなと思ってるんで、まあ動画にするかもしれません。まだね。はい。転移の喧騒、なるほど。総研士、タイヤ召喚、タイヤ効果、除外から、トーク生む。なるほど。これどこまで行くんだろうな。バロネス、まで行くのかな。まあ多分石章は出てくるよね、これね。多分。まあ、石バラだと思うんだけど、まあやるとしたら。さあ、どこまで行くか。で、石章効果。まあ原理とか、というか双剣カードあれば、多分まあ普通にね。龍炎さん、飛ばしてくるかなとは思うんですが、セットセット、なるほど。まあ暗転とか無限砲だとそっち系でしょうね。多分ね。ダイレクト、なるほど。まあ、とりあえず、全妨害を無力化しましょう。全妨害を無力化して。一応、守備表示かな。はい。差し上げまーす。おはようございまーす。おはようございまーす。で、一応、ウサギケアするんだったらこっちからだな。メロンダイレクト発動。で、ゲートオブヌメロン、
チニューニャ、エイカム、デュピー、シャトゥバーリ、そして行くぜ、うわー、希望の記憶を発動、カードを4枚ドロー、ドゥーちょっと羽毛皮がツインツイスター、お、なるほど、あーでもいろいろ残ってんな。でもこれさすがにこれ来たらあれだろう、脳死リミッター解除やろ。左腕切り落としてリミッター解除持ってきて、リミッター解除からのこれでぶん殴ったらいけるだろう。あれこれ無限包容1枚止まんねえよな。バトルフェイズいけ。そしてダメージ計算時、自分ダメしていいですか。おりゃーうおれ、うれ、効果発動。さあ打点がアップしていく。うれ、うれ、包容何？なるほど。まあいいだろそのぐらいは。ただ破壊されてしまうぜ。効果発動。あいやこれ効果発動しちゃダメか。ガンマあるから。なんもねえわ。あぶねえ。やはり脳死リミッター解除は最強。まあぬるゲーですね。はい、遊戯王簡単です。なるほど、割とハンドは強そうではないか。これはいろいろと分からせることができそうだぞ。エヴァイエも打てるし、ヌメロもできるし、まあ、迷ってしまうハンドではあるな。悲願のアッキーパーファレル、なるほどいいでしょう。レベル3のモンスターが2体来るぞ。ユーマ来るぞ、ユーマ。まあ、どうせあれだろ。あ、そっち？なるほど。これ、クソデッキか。これ、クソデッキの匂いするな。この動きを見ると、クソデッキは、お、やばい。これなんか、俺たちの仲間の匂いがプンプンするぞ。てか、なんか、ゼンマイ流行ってる。最近、なんか、そこそこゼンマイ当たるんだけど、これ、ゼンマイ流行ってます？もしかして。ゼンマイとかいうギミック強すぎて。ダランベルシアン、なるほど。何サーチですかこれ。いやでもね、言うて制圧場面とか敷いてくる系のあのデッキだったら金玉とか結構辛いと思うんだよ。ナンバーズエヴァイユ、あーそれ先行でサーチするカードじゃなくね。何しようとしてる君。これなんかやばいことしようとしてるよね。リンクスパイダー、あれあれあれ、なんかコントロール入れ替えたぞ。やばいぞ。何をしようと言うんだ一体。一体何をしようと言うんだ。これもしかして遅れつけたから、お前エクストラデッキから出してるモンスターお前のフィールドだけにいるなっていう状態になりませんよね。何ですかこれは一体全体。トロイメール行こう。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほどですよね。キモいマジでキモすぎる。やっぱねこのモンスターあかんと思うんだよね俺。これ遊戯王というゲームを否定してないですか。結界派意味ねー、強そうだけど意味ねいやロンゴミアップとかいうモンスターゴミだろマジで。名前通りだわ、何も発動できん。いやせめてモンスター3体出してくれればな。あったんだけどな、モンスター3体出してくれたら金玉で勝利だろうに。ドンゴミアンとはどこまで行ってもゴミ。